疲れチャンスラットです。今日ですねシーズン終盤ということでトロアゲイハイやっていきたいと思います。現在トロフィー7739の160位と、まあ、いうことで、まあ、ここからねやっていくんですけども、デッキはこちらキョスケクローンちゃんです。はい、これ昨日の動画で、ね、見てくださった方はねまた同じやんけと、まあ、いうことなんですけども、同じです。はい、取り憑かれちゃいましたね。このデッキにめっちゃ強いです。はい、めっちゃ強いし楽しいし、なんかね最後の最後の本当にワンパンの大逆転とかもあったりとかでスーパー鬼連勝なのです。トロ77行ってから74ぐらいに落ちたんですけど、その後このクローンで今ぶち上げてるナウなので、ちょっとこのままね8000まで走りたいと思いますね。いやマジ今期はいつも言ってます、最多更新詐欺、最多更新するする言ってしてない詐欺をしてるので、今シーズンこそは最多更新をしたいと思ってます。はい、今僕だってまだ76?77 でしょ。だと10日間ほどね、約10日あるってことは、いやー上がどんぐらいかわかんないけど、9000がまあ出るか出ないかで多分出ないでしょう。まあ多分出ないけどわかんない、もしかしたら出るかもしれない。麦だけね、そう世界で一人麦だけが9000とかもね可能性としてある。バカかっこいい、そんなことが起きたらね。まあそんなちょっとね僕も頑張らなきゃね。8788ぐらいな言ってるとマジでね、わー高えなおいってなるんでね、やっぱこう上の中の上のね方まで行きたい。さあということで、今日も引き続きクローンやっていくんですけど、これ昨日からまあ結構使ってるので、あのクローンなんですけどめっちゃ立ち回りを学んだというか、あのあこういう攻めもあんだな、あこういう立ち回りすると意外といいんだなみたいな発見をしました。はい、なのでちょっと今日はそれをねちょっと皆さんにお見せしたいななんて思いながらとりあえずクローンします。でこれまして虚数鏡ね、あの使わないクローンが結構強いことに気づきました。あやばい、それなんで、あよしよしやばい、あでもこれ相手終わってくね。はいはい、簡単簡単簡単、まあこれね嫌な目かな。まあ1400これ、あダックピリカ守りたいね。これスパーキーとかないヤザップレイジのポンポンじゃないのか、もしかしたらこれ、いやーこれポン来た時にさ、キョスケスケブ行ってネクロが来るでしょ、ネクロかヤナメか、さあどうする、これヤナメ使う、いやこれ結構いいぞ、おやキングキングキング、実はキングを狙ってるこのスケルトンの微妙なミラー、いやおーおーおお250やで、これスケバレの落下で100何歩やウッドって77なんだね。あー気持ちいいはい、これやってねトラ上げねしていくんですけども、順調ですね、非常にやばすぎだろマジマジでヤナメザップボコボコにしてますからね。よし、いやマジで今期更新し続けてるからね、140か、まあまあ、あさっきなんか言ってたんだよな、なんか言ってたんだけど、それと、あ攻め方の話かな、なんかそうキョスケをさ出して普通にクローンしてもまあ強いんですけど、出さないで無限に攻める強さに気づきました。はい、スケバレコウモリ吹き矢 LSP クローン、まあ吹き矢クローン、スケバレコウモリ吹き矢クローンのこの無限に攻めると相手がねヤナメザップとか持っててもね追いつけないんですよ、僕のこの高回転クローンに。そうだから一生端前スケバレコウモリ吹き矢クローンをしとけば事故ってくれます。なのでキョスケが通りにくい相手ですね、それこそ施設を持ってる相手、まあ枯渇 2.6 工具とか、うん、クロスとか、まあクロスはちょっと変わるかもだけど、まあ、とりあえず施設っとですね、はい、最近の環境のキョスケ用具とかが圧着医療用具とかのデッキに対してはキョスケがマジで無能になりますんで、刺さる時はあるかもだけど、なんか意外としょっぱなからねコウモリいるところにスケバレギアチュチュンからのクロームパーンってパパパンみたいな不意打ちみたいな、うん、ちょっと急なね奇
習を仕掛けてあげると結構良かったりもします。あー、このドロック滑るってやつ、うまいやつです。はい、いや待って、なんだこれ、ポテっていう。あー、でもここはコウモリが、よしなんかマジで下手になりそうだよね、クラロワが。いや、大会控えてるかな、マジ。この動画が上がって数時間後にはね、僕は世界大会をかけて試合を、はい、やってるんですけど、マジでくじ引き大外れでしたね。ゴリツイやつと当たりましたね。そうね、ちょっとこう、まあ、大変っていうところではあるんですけど、頑張りたい。これは受けがないんだよね。お、いや、うまっ。あ、これクローンすればさ、メリよ、メリのメリで一発入ってたよ、バカ。キョスケのバカって1400なんだよ。2個入れば3000だからね。わあ、今のもってねえなー。いや、相手ファイボとか使ったっけ、何も覚えてないんだよね、もう。脳がお休みモード。よし、マジでやばいよね。うん、これでいいね。これでもこのコウモリが圧になってるよ。よし。いやらしいな。まあ、ファイボが、これマジでここで、いやー、これはいいや。無理せずね。しっかりな。こうタイミング伺いながらね、いいタイミング絶対あるんでね。あー、そして嫌だな、マジ。うわ、ポイズンだったんだ、しかも。いやー、スケバレでちょっとずれてくんねえかなって思ったよ。ウッドのタイミングですら完璧。いやー、待てよ、君ポイズンなんだね。よし、いや、マジスケバレの落下でダメージを稼いでいくっていうことしかできないんだ、私。でもそっちにさ、行くならさ、こっち行くよね、こっち。これ事故ってくんねえかな。めっちゃ事故りそうなんだけどな。これ完璧に抑えれるもんな、マジで。うわ、でかっ、ポイズン来そう。いや、マジスケバレのこれ落下がマジででかいんだよね。しかも追い打ちのコウモリが、走れ走れ走れ、見えんだろ。うわー、マジで神試合してる、こんな。いや、ディガー拾えねえんだよこれ。スケブ出したらさ、ポイズン来ます。いや、来いよそこ。もう防衛ポイズンすんのかな。クローンしなくてよさそう。うん、警戒してんね、相手が。うわー、マジでポイズン強すぎる、それ。うわ、マジでワンチャンってくれ、今の。今のやばいやつ、まだある。マジで今ポイズン、あ、ポイズン、まあ、いい子だったら絶対もっといってたやろっちゅう。まあ、このドロップ滑るみたいな、なんて思うのかわかんないけど、うまいなー。まあ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 、ほんとここまでされてやっと負けれるんすよね。いや、悔しいな。でもワンチャンありそうでしょいや、これがね、たまらんのっすよ。さ、7744、なんかいいことが起こるそうな数字セットです。さあ、次です。まあ、プレイ自体は悪くなかったっすね。さあ、
クローンしてるだけですけど、よろしく。78578、毎日100ずつね、100ずつよりももうちょっといいペースで上げていけばいい感じになりそうだけど、手札がマジ死んでんな。ドゥ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 ゴースト、マジアチャが嫌だね。マジアチャ来てもゴリ許容からのもうカウンターを、まあ、やばい人だマジ。控えめに言ってマジチンパ。相手がチンパンしてきたので僕は送りました。はい、ザップ屋です。ザップ屋です。あ、ザップミスってる。テク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 、いけ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 。初手チンパン野郎はチンパン返し、やばえぐーい、マジでやばい。92です。あとやばいやな、マジ意味わかんねえもんな、お互いおう、なんだそれ。これザップ回ってないっしょ。でもだよ、間違いなく回ってなかったよこれさ。キョスケからのクローンいけたら熱いな。規約きつい材料、ほら、おっおっおっ、神諦めてく、気持ちいい。エレス取っちゃおうマジでマジやっちゃとかマザーネックとか関係ねえからね、いかつすぎるな。よし、早いね、マジでコスパがいい。なんかさっきのあの負けた試合ももしかしたらですけど、やっぱ2倍タイム3倍タイムにもつれる前にちょっと無茶な攻めをして崩した方が良かったかもしれないですね。やっぱ鉄壁すぎる相手はね、本当に後半になればなるほど相手の方が守りが強くなって、こっちのクローンがなかなか通りづらくなるんでね、やっぱ崩すのが崩しにくくなるんで、序盤だとね、うわもうコストねえしってなるんで、相手がポイズンとか、まあ、デリバリーとかトレネとか何でもメタカード持ってたとしてもね、だから序盤ヤンキー普通のデッキだったらあんま良くないんですけどね。今の相手みたいな。今の相手みたいな、もう序盤、マジアチャー、エリババ、居抜くよーっつって。はい、カウントおしまいとなっちゃいますけど、こういう相手には。こういうデッキを使う場合ならあるかもしれないですね。そう。あー、神風だ。神風だるいな。ヤナームザップのジャイプリ使ってんすよね。ファイボじゃないんですよね。ファイボだったら全然、ヤザップのエレキダックプリだからね。結構渋め。ヤザップいや勝てねえ気がすんな。ジャイプリでエレキ使ったかな。さあ、いやミラーの吹き矢がちょん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 、ファイボだったらマジで美味しいですけどね。このだってコウモリにキョスケつけてみたいな。いやマジで、一回落ち着くか。ダメージ勝ってるからな。うわーこれ右行っちゃうな。まあ待って、マジスケバレの落下ダメージ入れられるだけで強いからね。よしよし、あれはあの適当にキョスケスケバレコウモリクローンぐらいして守りつつ攻めるみたいな。はい、まあ守ってくれたらいいなぐらいの。はい、まああとはもう頼む。なんかいい感じ。やな雨じゃねえなこの感じ。おお、めっちゃきつそう、めっちゃきつそう。おお、さあバックは2個でカウンターが来ないと便利なこと。多分だけどファイボザップな立ち回りをしてるんだけど、わかんない。温存してんのか今。ヤナムだったら発狂。ファイボでした。ファイボだったけどなんかあれマジであれっていう、ええっ
ていうぐらい入るんだよね。これがおもろいねんな。やべ、この打ったやば、俺たまにすんだよな、これやばくない？芝ウッド。マジなんか、たまに、なんか前も動画で言われてたな。なんか定期的にしちゃうんですよ。マジ良くない。変なこと。いや、マジでやばい。わ、マジ逆サイのプリンスこっち来ちゃったもん。延命しちゃう。あー、延命できない。あれ、待って、やばい。やばい。見えない。いやでもこれさ、さすがに守れそう。あー、これやばい、騙された。あ、待って、でも相手のタワーになんかこんにちはしてるやつがいる。双子の。おしまいでーす。さあ、神相性です。これ、ヤナウザップでもなんか勝てそうでしたけどね。ちょっとわかんない。ヤナウザップはさすがにきつかったかな。さあ、ファイブザップです。いや、バケモン勝率高えな。思って7800来たわ。いや、調子良すぎん？やばいよね。さあ、7、8。しかも順位も1、2、3。マジで基本的に何でも、あ、ジューシー J は、俺がポノス1年目の時の、なんかクラロリーグ2年目の時の WCG っていう、秋か夏かにあった、中国？上海だっけ？中国か。大会の個人戦の優勝者っすね。で、この人ね、キョスケマサネ黒いホグ使ってた気がしたけど、ゴリゴリドリルでした。いやー、まあ、これインフェで焦がされちゃうか。おっ。ファイボ？大砲か。いやー、これちょっときついな。多分、アチャクイのあれっすね、マジアチャクイドリルのファイブウッド大砲だ。さあ来ました、きついデッキ代表、施設ファイブウッドですね。しかも高回転。まあこれでもキョスケのメリコミちゃんするしかないっすね、本当に。どうしようかな。メリコミちゃんをしたいんだけど、いやー、お、あー、いいカバーのスケルトンだ。当たれ、当たったのでかい。いやー、まあまあまあ、ちまちまやっていこうか。吹きは逆サイドがいいっすよ、これ。おー、ちょっとでかいな、今の吹きは。ギアかマジアチャ持ってたら、タイヤチェクはね、逆サイドに出してあげると消えた瞬間にそのまま残ってくれるんでね。おすすめです。端前でイチャイチャすっか、これ。いや、スケバレ飛ばしていいな。あ、いや、めっちゃいいぞ。うわー、キンキか。うわー、すげえ余裕があるね、プレイに相手今の。いやー、マジで余裕がすげえ出てる相手。いや、でもダメージはね、まだいい対決してる。まあ、って言っても相手ファイブ打ったらかんない。まあ、こっからっすね。ルート強制して避けてく、落下だけ。正解がわからん。この吹き矢のダメージもちょっと狙ってるみたいな。
どうすんのが正解なんだろうね。いやー、キョスケめり込みそうでめり込まない。いやー、いい試合はしてんだけど、いい試合じゃ意味ねえんだよな。ファイスピー、いやー、もっとめり込んでほしいな。ファイブボーイちょっとずるい、ずるいに見える。やべえ、負の時間来てる。全然ダメージ通りません。なんだこれなんだこれ。ああ無理ですね。いやマジでもう早くサレンダー機能できねえかな、クラロワに。これ無理だよ、限界が来てしまった。俺しかも回転が早い。にゃあ、無理です。マジで何も言葉が出んわ。うん、まあ無理すぎて。宿命です。さあ来たレインボー。あー、これ良くないイメージあんな。巨ホグです。大外れです。まあでもこれに奇跡をね生むしかないんですよ。理論上マジで無理なんですけど一旦逮捕。うん、ちょっと序盤の間でいかちいことして、え、何それっていうちょっとびっくり攻めで勝ちたいですね。もう行っちゃう。いや全然だな。ぶっとはえー、悩まず使ってます。いや待って、スケバレコウモリ吹き矢のクローンでぶっ刺したい。マジで本当に、普通にやだ。あれ何で受けんだ、逮捕か。あーでこっちの吹き矢に打っとか。うわーうわーやば、そんなに逮捕延命する。ちょっと待って、マジでそんなに逮捕延命するやつあんま見たことなくて、今びっくりしちゃった。普通に嫌いになるなー、この延命は。いやマジでもここでガチゴリラっす。押して押して押しまくれ。いやミラーがどっか行った。ずっと回ってないこと祈るけど、回る、回した。いやでもコウモリが、チク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 だ。うん、一回ね冷静ね。押して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 押し込む。めっちゃいい、めっちゃいい。なんかいやコウモリが、いやーコウモリ狙ってんのに。いやそれは惜しくね。いやいらねえか。いやマジでなんか上手くなってきたんなこれ両サイ攻めが結構良くなってきた。これ一回落ち着こうぜ。
うん、さらに内側になってた。対策されてるわ、しっかり。練り込みだよ、通さないよ。え、なんで通ってんの。いかつ、そのクローン。うわ待って、いやすっげえうまっ。マジワンチャンだけを掴もうとしてる。え？やめろやめろ、お前ふざけて触れんな俺のたまに。ボケイ、あーいずーんけ。いやすごくない。でもまあ無理なのよ。いや無理なのよ、これ。そうありがとう言われても無理なのよ。無理なんだけど頑張ったんだよ。ということで施設がやっぱつらいですね。はい、鬼きついでもああいうのにもすごい戦えるようになってきたので、ちょっとコツさえつかめればワンチャン勝てんのかもしれないですね。はい、ちょっと僕がね今ねハマってるこのキョスケ、どっか行ったんですけど、はい、クローン皆さんもねやってみてください。ちゃんと声がお願いします。お疲れ様でした。またね。